兄ちゃんいいよ。いいねいいね。それでは、ね、半分ずつ比較説します。はい、28番まで。はい、バックボード。さあ、こちらのフィジークモデルファーストタイマーは APF コンテストのフィジーク部門において初参加の高波が出場できるカテゴリーとなっております。フロントフォー将来一度のみ参加できるフィジークモデルファーストタイマー。 OK、 バックライン戻ってください。元の位置。上半身の筋量が筋発達が求められるこちらのクラスです。はい、バックボード。フロントボード。はい、元の位置に戻ってください。それでは呼ばれた選手はフロントラインにお願い。ここに23番入りましょう。23番。はい、確信します。バックポーン。フロントボール。31番と28番進出。28番と33番進出。APF の中では筋肉量が求められるカテゴリーとなっております。フロントボール。はい、バックボール。フロントボール。トップ4の戦いです。誰が優勝するのかぜひ予想しながら皆さん見ていってください。26番と33番スイッチ。全然だ。バックボーン。フロントボーン。バックポーン。33番リオ。フロントポーン。31番と33番の間に37番。
最後1本。上半身の筋発達が求められるこちらのフィジークモデルカテゴリー、後ほど表彰式の後にオーバーオール審査がございます。フロントポーズ。後ほど行われるオーバーオール審査というのは、各カテゴリーの優勝者がさらにその中で1位を決める審査となっております。26番と33番スイッチ。はい、バックポン。33番背中いいよ。マジでバカ。はい、フロントポーズ。33番と37番。うわはい、バックポーズ。フロントポーズ。もう一度33番と37番のスイッチ。24番と34番スイッチ。はい、バックポン。33背中いいよ。いや、もう一回やってほしいな。フロントポン。31番と37番28番がバッテン。そう、はい、バッテン。フロントポン。37番と31番スイッチ。はい、バックポン。フロントポン。OK、ありがとうございました。ありがとうございます。
ップ5の発表です。24番斉藤達也、26番山浦和也、31番大津さん、33番大藤祐希、37番渡辺修斗。以上トップ5です。全選手に大きな拍手をお送りください。順位発表です。第5位エントリーナンバー24番斉藤達也、第4位エントリーナンバー26番山浦和也、第3位エントリーナンバー33番大内優輝、第2位エントリーナンバー37番渡辺俊斗。フィジークモデルグランプリチャンピオン、エントリーナンバー31番大塚ゴール。優勝されました大塚選手には NPF チェアマン足立武史よりメダルとトロフィーが贈られます。副賞といたしまして、サロン・ザ・ボーイセルフ脱毛無料券も贈られます。以上、フィジークモデルクラス20でした。選手に大きな